使いやすいファスナー財布の作り方です。内側はこのように V の字に開くのでお金やカードも取り出しやすくなっています。外側に小銭入れがついていて浅めになっているので大きく開いてこちらも見やすいです。生地は今回全部シーチングで作りました。芯も貼っていませんが、こっちにカードが3列入るのでしっかりして芯なしでも大丈夫です。材料はこちらです。表布2枚、表側のポケット、裏布と内側のポケット、ファスナーは20センチと30センチ以上のもの、これは端につけるタブです。ストラップをつける場合は 4×30 センチが1枚とナスカンとDカンです。裏布にポケットをつけます。縦20センチの布の方をポケットにします。上下を三つ折りにして端ミシンをかけます。1センチ幅の三つ折りを縫いました。裏布が横21センチになるように置いて半分に折ってアイロンをかけます。この折り目にさっき作ったポケットを半分に折って合わせます。開いて両端をクリップで留めます。この真ん中の折り目に線を引きます。両端から7センチのところにも縦に線を引きます。底の線と仕切りを縫います。両端は5ミリの端ミシンをかけておきます。両端の端ミシンをかけます。次に底を縫ってから仕切りを縫います。縦12センチの布を折ってアイロンをかけます。20センチファスナーの留め具が左に来るようにしてファスナーを開けて待ち針で留めます。布端を縫います。縦13センチの布を上から5センチ折ってアイロンをかけます。さっき縫ったファスナーの端に布の端の線をつけて開きます。今折ったアイロン線に当てて端を揃えてクリップで留めます。ファスナーは向こう側に押すようにしてこのように挟んで端から5ミリくらいのところを縫います。開いて表側に端ミシンをかけます。20センチファスナーを使うと留め具がちょうどこの端のところに来ます。折った時に内側になりますが端がゴロゴロして嫌だなっていう方は20センチファスナーよりも長いファスナーを使って切って使うと良いと思います。ファスナーの端を切っておきます。上のファスナーをつけます。端から3センチのところに印をつけます。ファスナーを裏返して開けて布端が少し見えるくらいにしてクリップで留めます。留め具のところから端から3センチの印までを縫います。裏布のポケットの大きく開いた方を中表に合わせます。端はファスナーを少し下にずらしてさっき縫った縫い目の下を端まで縫います。端はこちらは
三角に折り上げて縫います。ファスナーを締めて布端に印をつけます。中表にしてこの印に合わせます。表に返して端から3センチのところに印をつけておきます。印から留め具まで縫います。ファスナーがねじれていないか注意をして、もう一枚の裏布と中表に合わせて留めます。今度はこちらにファスナーの端が来ているので三角に折って縫い目の下を縫います。こちらはファスナーを縫わないように印まで縫ったらファスナーを下げて最後まで縫います。表同士を合わせて底を1センチの縫い代で縫います。ストラップをつけるときはここで D カンを挟んでおきます。タブを三つ折りにしてアイロンを当てて通します。端のファスナーのない方に仮縫いしておきます。このようにポケットの上くらいに仮縫いしました。表と裏を合わせてファスナーは内側へ入れます。この D カンの下のポケットあたりに6センチの返し口の印をつけます。返し口を開けて両端を1センチの縫い代で縫います。ファスナーのある方はファスナーを縫わないように注意します。外ファスナーは少し内側に入れておきます。角を軽くカットしておきます。返し口のところから表に返します。返し口から尖ったもので角をきれいに出します。周りにアイロンをかけます。ファスナーのところにはアイロンが当たらないように当て布をして当てます。返し口のところも内側に折ってアイロンを当てます。周りに端ミシンをかけます。今回のように表と裏が全然色が違う場合は、仕上がりをきれいにするために上糸だけこのブルーに変えて縫います。そのままでも良いですが、仕上がりがとても綺麗になります。ファスナーの端で硬いところは手で回し車を回してミシンを送ります。上糸だけ変えるとこのように表側はブルーですが、裏はきなりの糸で縫えています。ファスナーを内側に入れて出たところから6センチのところを切り取ります。ここにタブをつけます。 4×6 センチのタブ用の布を縦長に置いて上下を1センチ折って
ってアイロンをかけます。中表に合わせて両端を5ミリ縫って表に返します。このように縫えたものを端にかぶせて端ミシンをかけます。上端を合わせて上の方をクリップで留めます。下から3センチのところに印をつけます。一番底は厚くて縫いにくいので、この印から縫えるところで返し縫いをします。かなり厚みがあるのでミシン針は14号から16号ぐらいがおすすめです。これで本体は出来上がりです。ストラップを作ります。紐状にアイロンで折ります。このアイロンで折った紐をナスカンに通します。端を開いて直角に中表に合わせます。ねじれてないかチェックして、こうです。角と角を合わせて線を引いて線の上を縫います。このように縫いつなぎました。縫い代を5ミリくらい残して切り取ります。アイロンで縫い代を開きます。アイロンの先を使います。最初の線通りに折って紐状にします。両端に端ミシンをかけます。継ぎ目のところを少し避けて端から1センチぐらいのところを縫い留めておきます。真ん中から縫うと縫いやすいです。バイアスに継ぐことでほとんど縫い目がわからないストラップができます。これで出来上がりです。